考えてみりゃてめえと二人きりかよ。面白くもなんともねえ。うだうだうるせえな。静かにしてろ。いいか、目をつむって心を落ち着けるんだ。やがて来るその瞬間を見極めて。向こうじゃさぞかしましくキャッキャウフフしてんだろうな。小娘だはどうでもいいが、メイドや姉の方はなかなかそそる体を。神聖な摂政を乱すんじゃねえ、てめえのその邪念。肌が赤くなるまで赤すりでこそぎ落としてやろうか。あったつつかマジトンになんじゃねえよ。盛り上がってらっしゃいますね。もう聞こえてるの分かってるんでしょうか。でも確かにみんなサーラ姉にも負けないくらい綺麗だよね。リゼットさんは髪サラサラ、肌もスベスベでまるでお人形さんみたいだし、アニエさんも。っていうか本当にまだ16歳なの？え、あと1年ちょっとでそこまでなれる気がしないよ。何食べてたらそんなになるの？私も気になってました。ぜひ今後の参考にしたいです。別に普通ですから。フェリちゃんまでそんなにまじまじ見ないでください。もうシャヒーナもそのくらいにね。フェリ様もシャヒーナ様も十分以上におきれいかと思いますが、サーラ様は絹のように艶やかな肌。何か特別なケアをされていますね。いえいえ、シアバターくらいです。サルバットさんは質が良くて。